にちは、伊集院光です。伊集院光のお便りください。どうぞよろしくお願いします。さて、今日のお便りは鹿児島県にお住まいの頑張るアラフィフさんからいただきました。伊集院さん、こんにちは。妻と外食に行く際に私はいつも同じようなものばかり注文してしまいます。妻はいろいろなものを食べたいようで、またそれ食べるの、前も食べたじゃないと怒られます。でも食べたいんだから仕方がないじゃないかと思うんですが、伊集院さんはどっち派ですか？妻と行くときは基本注文は妻の食べたいものを全部です。でいて、まあ一口ずつ食べたいんですよ、あの人はね。でいて、その一口以外を任されることに全く苦痛がないです。で、今、神さんが、こう、しばらく、実家の和歌山に行って、で、その間一人暮らしで、またしばらくすると神さん帰ってくるみたいな、暮らしをしてるんですね。で、一人暮らしの自分の食事は、まあ、保守的だね。今、ウーバーイーツなんてあるでしょ。で、東京はまあ、あれ盛んなわけですよ。何でも出前をしてくれるんですけども、新しい店を開拓しようとしないね。でそもそもそうだったんですね、性格的には。高校生ぐらいの時かな、母親に、うまい親子丼を作ってくれた日に、まあ思っちゃったんでしょうね。俺一生親子丼でいいっつって。で、お袋もさ、なんかそれに答えてくれてさ、そうね、一週間ぐらい親子丼、ずっと親子丼だったんだけど、さすがに飽きるね。でもこの感じわかりますよ。なんか冒険するよりも、特に日頃の食事に関しては同じもんでいいっていう、この感じはわかります。お便りありがとうございました。伊集院光のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば、現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は、法務大臣認定司法書士、田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ、0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？読売日本交響楽団秋田特別演奏会、3月26日秋田芸術劇場ミルハスで開催。新進気鋭の指揮者松本修理人がドヴォルザークの新世界を披露。 YouTube でも話題の人気ピアニスト住野隼人がガーシュインで熱い演奏を繰り広げます。チケット好評販売中。
お問い合わせは読響チケットセンター 0570-004390 まで。入れ歯が合わない。インプラントはちょっと。まずは無料相談から。アイバシカのインプラント、アイバシカ委員。ちょっと待った。横断歩道に歩行者はいませんか？そんな時は歩行者優先、歩行者ファーストで運転しましょう。秋田県全自動車協会は歩行者ファーストを推進しています。あなたの運転が天使にも悪魔にもなりますよ。福田光平のゆっくり組め。毎週月曜午後4時35分から絶賛放送中。皆さん聞いてけろよ。こんにちは、伊集院光です。伊集院光のお便りください。どうぞよろしくお願いします。さて今日のお便り、岐阜県にお住まいのラジオネーム山田太郎さんからいただきました。伊集院さんこんにちは。私は子供の頃、小中学校の教員になるという夢がありました。女で一つで育ててくれた母の支援のもと大学に通い、教員免許を取得することができました。しかし病気やその他の要因で教員になるという夢を諦めざるを得なくなりました。少ない収入の中から学費を仕送りしてくれた母に申し訳ないと思っています。伊集院さんは自分の夢が叶わなかった経験はありますか？この将来の夢っていうやつなんですけど、特に子育てしてる方、ね、僕はしてないからいい加減なことが言えるんですけど、子供に夢を持つのは大切だってどれぐらい強く言うか。僕は、大事なのはその夢に向かっていって叶わなかった時に、夢に向かう過程で得たスキルを今度新しい、まあ、夢なのかかなり現実に近いものにどういう風に転化していくかっていうことの方が僕は大切な気がするんですよ。でもっと言うと、僕は中学校の終わり高校生ぐらいの時から漠然と落語家になりたかったですけど、結局夢を叶えて落語家になったものの、理想と現実のギャップでやめてしまい、だけどもその落語家時代に教わったことでラジオの仕事をもらって、それにはちょっとこう感謝してる、まあ、みたいな。でこの先どうなるか、なんとも言えませんけど、皆さんはこの将来の夢についてどう思われますかね。ありがとうございました。伊集院光のお便りくださいでした。カバライキン
の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずは、あなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。お電話は0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。バイク、買取ナンバーワン。国内、海外メーカー、高価、買取は、バイク王に任せろ。バイク王ならバイク王。まずはお電話。足場業界をリードするリケ足場のパーツ産業、ただいまスタッフ募集中。詳しくはホームページで。ラ・カンパネラの藤子ヘミングが N 響メンバーと仲間たちとの華麗な共演。藤子ヘミング N 響メンバーと仲間たち、1月13日秋田芸術劇場ミルハスで開催。チケットはチケットピア、ローソンチケット、 E プラス、先駆けニュースカフェ、細川レコードなどで好評販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 まで。12月25日の豆ダストーク、ゲストは美しい方ですよ。今年デビュー3周年を迎えました演歌歌手の光月彩です。よろしくお願いします。クリスマス、彩さんの声を皆さんにプレゼントします。こんにちは、伊集院光です。伊集院光のお便りください。どうぞよろしくお願いします。さて、今日のお便りは秋田県にお住まいのおつっきーさんからいただきました。伊集院さん、こんにちは。私は刑事もののドラマを見るのが大好きです。昔からビデオに撮りためていたり、たまにレンタルして見ています。先日久しぶりに田村正和さんの古畑任三郎を見ていたら、伊集院さんが出てきてびっくりしました。他にも伊集院さんの活躍が見たいんですが、どんなドラマに出ていますか？ドラマ苦手でしてね。お誘いいただくことはあるんですよ。どうしてもトリックに100キロ以上の男が必要な時っていう。なんでしょうね。見たいのですがってこう言われてますから、見てほしいやつ。で言うと映画の伊丹十三監督のスーパーの女とマルタイの女っていうのは、やっぱこう痛み作品に出してもらったっていう。でしかも、痛みさんの手によって、拙い演技が多少なんとかなってるんで、この二つは見てほしいかな。あとね、見てほしくないやつは、衣装合わせしたんだけど用意されてたスーツが全然小さくて、でその現場でまさかのですよ、現場でスーツの背中を切って、で無理やり入れて後ろをガムテープで止めて、絶対カメラに向かって背中見せないでくれって言われて演技してるやつありますよ。見て欲しくないからタイトルは言いませんけども、まあ、たまーにですけども、お誘いいただいた時にはですね、出していただいておりますけども、まあ自分からこれ見てくれっていうのはなかなかないですよ。
便りありがとうございました。伊集院光のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいか、と電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ジュンサイ、サンドクラフト、カッパの足湯、八流メロン、森竹歌舞伎、クアオルト。三種町の魅力は何でも PR。 三種町ですが何か、駅マイク第2第4金曜日の午後2時30分頃から。三種町ですが何か。この番組本当かな。青少年に悪影響あるかも。人権侵害じゃない？どうだろう。より良い番組のあり方を考え、意見を出し合う第三者機関 BPO 放送倫理番組向上機構。朝取りワイガー北便、毎週金曜日にお送りしている花徳記念日に花束を。このコーナーではお世話になっているあの人、記念日を迎えるあの人へのあなたの気持ちをお花に込めてお送りします。お花を贈りたい方、そして贈り主の方のお名前、ご住所、電話番号を添えてご応募ください。メール、ファックス、おはがきで記念日に花束をの係まで、たくさんのご応募お待ちしています。こんにちは、伊集院光です。伊集院光のお便りください。どうぞよろしくお願いします。さて、今日のお便りは、三重県にお住まいの80歳、石原明子さんからいただきました。伊集院さん、こんにちは。先日、同窓会がありました。刻み込まれたシワ、おぼつかない足取り、丸くなった背中が、80年の人生を物語っておりますが、少年少女のような、屈託のない笑顔に、それぞれの幸せを感じました。帰り際に会場の自動ドアが閉まらないようにと、さりげなく内側で手を振ってくれた友人の優しい気遣いが心に残っております。さようなら。なんか、羨ましいね。若い頃思ったんだけど、たまにこう見かけるじゃないですか。その宴会場のご予約みたいなところで、第何期何年度同窓会とか書いてあって、ってことはこれ相当前だぞって、この頃に中学生ってことはもう今皆さんも80どころかみたいなお年なんじゃないかつって、ちょっとこう覗くとなしにこう覗いてみるとさ、その時自分が30歳だったりすると80歳以上の同窓会は。先生と生徒の区別がつかないね。だけどもなんかその眼差しと言いますか、その関係性から出る距離感と言いますか、それは明らかにこう先生とこう生徒でなんかいいなっていう、とてもこう美しいことだし、とてもこう素晴らしいことだと思って見ちゃいますね。自分の周りは同窓会しばらくやってないのか、
弾かれてるのかどっちかですね。次連絡が来た時には行ってみようかな。お便りありがとうございました。伊集院光のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。バイク買取ナンバーワン、国内海外メーカー高価買取はバイク王に任せろ。バイクを売るならバイク王、まずはお電話0120-0-4-5-0。 ABS テレビでミニドラマを放送中。この春秋田にやってきた東京出身駆け出しデザイナーの私と秋田の美味しいお菓子たちとの物語。日曜お昼、ボナペティ見てね。僕田村よしわも先輩役で出演してます。 TVer で無料配信中。月曜から金曜まで毎日朝5時から20分間は昭和歌謡セレクション。懐かしい昭和歌謡をたっぷり早朝からお届けしております。リクエストメッセージご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼント。 ABS ラジオにお送りください。またはメール 117@showakayo.com。 お相手は私佐藤健一、佐藤健です。月曜から金曜朝5時、早朝から浸ってください。こんにちは、伊集院光です。伊集院光のお便りください。どうぞよろしくお願いします。さて今日のお便りは福岡県にお住まいの匿名ゴンコさんからいただきました。伊集院さんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。突然ですが私の息子は伊集院さんのラジオの大ファンです。息子は比較的おとなしく友達も少ない方だと思いますが、大学に入ってからはラジオが好きなサークルに入り、仲間もでき、充実した生活を送ってるように感じました。息子は社会人になって数年経ちますが、まだ番組を欠かさず聞いているようです。
これも伊集院さんはじめたくさんのタレントさんが若者に寄り添った番組を放送してくれているおかげだと思っています。あ、私たち向けにお便りくださいの方も頑張って続けてくださいね。まあ若者に寄り添ってるつもりもないんですけどね、基本的に、精神年齢が低いっていうか、だから若者の方が寄り添ってくれてるんでしょうけどね。ただ、深夜とあとこういう昼間のラジオを両方やってて思うのは、漠然とこういう方々が聞いてくださってるんだろうなっていう、こう脳内リスナーってこうイメージがあるんですよ。特にこの番組は師匠から引き継いでいるんで、こう師匠の、お客様に対しての言葉遣いみたいことに、まあ、たまに乱れますけどね、なってるんだと思います。これからもよろしくお願いします。お便りありがとうございました。伊集院光のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいか、と電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。バイク買取ナンバーワン、国内海外メーカー高価買取はバイク王に任せろ。バイクオールならバイク王、まずはお電話0120カーバイク。寒いこの時期、あったかいアイガモ鍋はいかがですか。無農薬の田んぼで放し飼いされた安全なアイガモ肉ときりたんぽ、新鮮野菜のセットをご家庭にお届け。調理も簡単。お問い合わせは 0184-23-4231 須田商事まで。相葉しかのここだけの話。駅マイク、毎週火曜日午後1時45分放送。このコーナーでは秋田市原島相葉しかのスタッフに歯に関することや歯医者にまつわるここだけの話を聞いちゃいます。お楽しみに。佐々木香織です。 TDK Voices from 日本物、中田秀俊さんの旅、今年ラストにご紹介するのは700年の歴史を持つ福井県越前の刃物です。料理人が熱い視線を送る刃物職人を訪ねました。さらに人と洋さんの日本物とは日曜お昼12時から。 ABS は SDG メディアコンパクトに参加しています。